さあ本日も参りましょう。ミスターブシトーの戦国話シ。本日は鎌倉殿の十三人補足解説。欧州藤原氏編。平泉行きたい。いやあ欧州藤原氏本当にね面白い一族ですよ。はい、えー、今回はですね鎌倉殿の十三人をより楽しめるようにですね、まあ、歴史の、まあ、基礎的なねこう知識を皆さんに知っていただこうということで、えー、こちらですね欧州藤原氏あの源頼朝の最後の敵になった。 欧州を支配していたね。欧州の覇者ですよ。この欧州藤原氏ってちょっとね。その中央の平家と源氏とかから、ちょっと離れててよく分かんないあ。でもなんか義経がお世話になってて、頼朝のところに来たのは知ってるし。あと最後なんか義経がまた逃げてて助けてもらったりとかするのは知ってるけどね。最後頼朝に滅ぼされちゃうのは知ってるけど、一体どういう一族なんだとなんかよくわからない。謎の一族って、ね、イメージを持っている方も多いかもしれません。はい、これはなんと当時の京都の貴族たちもこんなイメージを持ってたみたいですね。 欧州の藤原氏はもうあいつら蛮族だ。おもうマろたちとはもう人種が違うでおじゃるみたいなね。 そういう感じで、もうよく遠くにいてよく分かんないから怖いでおじゃるってねあったみたいですね。はい。まあそんな不思議なねこの欧州藤原氏、まあでもちゃんと歴史を紐解いていけばその存在がよくわかりますし、坂東の武者とかとはねまた違ったこう地方の豪族のこう政治っていうのが見えてきますんで、まあ非常に面白いんで、ね、ぜひね、えー、見ていってください。まあこれを知った上でね大河ドラマ見ていけばより面白くなると思いますので、ね、まあ欧州藤原氏のお話していきたいと思います。それではいきましょう欧州藤原氏解説です。まずですねこの欧州、まあ、今でいう東北地方ですね。ここが 平安時代にどういう場所だったかっていうのねこれしっかり押さえておいた方がいいですねこの欧州という場所はまあ、先ほども言いましたけどね貴族の人たちが野蛮でおじゃる怖いでおじゃるっていったら未知の場所なんですよねっていうのも当時はですねエミシと呼ばれるこのまあ、日本のその貴族とか まあそういうね、あの兵士とか源氏とかとはまた違った別の民族の恵美氏っていう人たちがこう東北にいたわけですね。で、そことこの中央の京の人たちっていうのは、まあ、バチバチにそれまで何回も戦ってたわけです。あの坂の上の田村麻郎とかがね、アテルイを倒したみたいな話もそれまで、ね、ありますけども、まあ、そういう民族間での抗争っていうのがあったわけですね。で、そのアテルイを倒した後にですね、東北地方、さらにその北のね、今でいう北海道、 江戸地ですよそっちからその別の民族の人たちが攻めてこないようにしっかり守りを固めとこうっていうことで、まあ、すねなのでここはこの東北地方っていうのはこの京の人たちにとっては異民族との戦いの最前線。 の砦っていうイメージだったわけですね。でそこに今日からまあその腕自慢の人たちとかが派遣されていってまあチンジ将軍についたりとかまあ六つの神っていうのをね任命されてそこを支配したりとかまあそういうことがあったわけですね。まあそんな中で、えー、この欧州藤原氏っていうのが起こってくるわけですね。すべての始まりは1051年からの全九年合戦ですね。まあこのね平安末期鎌倉時代の最初の頃を見ようと思うとねよく出てきますけどもこの全九年合戦ここで安倍氏という当時その欧州のあたりを支配していた安倍氏という一族が 反乱を起こすすわけですね中央に対して「俺らはもうお前らの言うこと聞かねえぞ」と「安倍氏は安倍氏でもう自分たちで独立してやっていくんでもう京都の方からね中央の方からいろいろ指図したりとか年貢を持っていくとかそういうことやめてください」と「もう俺らは自分で独立してやっていくんで、うん、好きにやらせてください」ね。そういう反乱を起こしたわけです「もうお前らの言うこと聞かねえよと」とそんなことは許せませんから京、えー、の貴族たちはその討伐するために まあ、源氏だったりとか、派遣するわけですよね。まあ、これで頼朝のご先祖様とかね、まあ、活躍するわけでございますけれども。まあ、前九年合戦がありましたよと。で、その時に、この前九年合戦の安倍氏の。一族の中にいたのが、王塩藤原氏の元となる、えー、藤原常清という人です。この人は、あの坂東で反乱を起こした平将門を。 討伐した藤原秀里田原の藤太っで有名ですけどね田原の藤太ことを藤原秀郷の子孫というふうに言われていますまあそれが、えー、こちらのね欧州の方にやってきてでそこで、えー、安倍氏の一族の女性と結婚したということでまあ安倍氏グループに入っていたまあ藤原の常清という人がいたわけですねでも結局この安倍氏の反乱というのは失敗に終わって安倍氏は負けてしまいますから安倍氏に加担した藤原常清も殺されてしまうということになるわけですねでも、えー、そこに残った維持がいたわけですね子供がいたわけですそれが藤原の清平 欧州藤原氏の、まあ、祖と言われる人物ですね、はい、お父さんが安倍氏の反乱に加担して殺されちゃいましたよっていう、まあ、幼い清平が生き残っていたわけです。で、えー、この清平のお母さんは、まあ、安倍氏の一族だったんだけど、まあ、女性ということもあって許されてその後ですねこの安倍氏を倒した清原氏。 という一族にとつぐことになります。再婚するわけですね。まあ、自分のね、旦那を殺したね、相手のところにとつぐっていうのもね。すごいね、嫌な気持ちだと思うけど、まあ、生き延びるためには必要だったのかもしれませんね。欧州の覇者となった清原氏に、お母さんが再婚しましたと。なので、清原自身も、まあ、清原氏の連れ子としてね。まあ、その子供になるわけでございます。そして、そんな清原が成長した。千八十三年に。五三年合戦でね。また戦が起きるわけです。これは清原氏の中での。 内内部争いいでですすね内乱でございます清原氏の後誰が継ぐのかというのでうわーっていうまあ戦が起きるわけですね。でそんな中で最終的にこの連れ子でもともと清原氏の、ね、血を引いていたわけではなかったこの藤原清平がこの五三年合戦に勝利して清原氏の後を継ぐということになるわけですね。一応自分も連れ子で清原氏の一族に入っていましたからそのライバルたちを蹴落として自分が清原氏を継いだということになるわけですね。まあ、でもも名前はは藤藤原原氏にに、ね、戻すんだけどもこの五三年に勝利しした後は藤原の清平として ここの欧州を支配していいいくということうになるわけででございますすただですね、まあ、ちゃんと政党に後を継いだわけじゃなくて戦争のせいに何とか勝利してもぎ取ったその支配者の地位だったわけですから、まあ、政治的な立場はかなり弱いわけですよね敵対していた人たちもいっぱいいるしいやもともとここは清原氏が長年治めた場所じゃないかとあんで連れ子のお前が後継いでんだよって文句言う人も出てくるでしょうから政治的立場は非常に弱かったわけですそこで清平が行ったのが仏教による 人心の掌握ですね、まあ、当時の,その仏教に対する信仰心というのはね、まあ、現代の我々の感覚とは全く違いますから、まあ、より信仰心が強いと言ってもいいかもしれませんこの清平は仏教をまあ利用することによって私は仏教にすごく力を入れていますということねアピールすることでその国の中それから国の外にもですねこの欧州の支配をちゃんとやってますよということをアピールしたわけですねなのであの平泉にはめちゃめちゃ立派なね中尊寺とかがあるわけですよ はいまあ、結局その頼朝が欧州征伐した時にほとんど焼いちゃったんで、まあ、今残ってるものはかなり少ないんですけども頼朝がこの欧州藤原氏を滅ぼすまでの間本当に平泉はそう仏教のすごい建物とかもいっぱいあって。 えもし頼朝が滅ぼしていなかったら今の京都とか奈良みたいなまあ、そういうねおごさかなね場所だったかもしれませんねはいまあ、そんな平泉を作っていくことになるわけです仏教の力を使って人々の信用を集めようとしたわけですね連れ子だった自分がね国を乗っ取っちゃったみたいな形になったわけですからね仏教の力を利用したというわけでございますそれがこの欧州藤原氏の始まりなんですねそして1129年になるとえこの藤原清平の息子の藤原の元平が この欧州、藤原氏の基盤を作っていくことになります。これは結構すごいんですね。この藤原の元平という人がですね。まあ、今、鎌倉殿の13人に出ているあの藤原秀衡のお父さんにね。当たる人物です。この藤原の元平がね。なかなかすごいんですね。まずですね、えー、父清平が亡くなった後に西合戦といって自分の兄えー、これつねという人とですね。 後継ぎ争いをここででもすするわけですね奥州藤原氏の中でも跡継ぎ争いが起きるわけです、まあ、でもこれはね瞬く間にこの本平の方が勝利してですね兄を倒して藤原氏のあという,ふうになりますでその後はですね父親のやっていた仏教による国づくりっていうのを継承して孟通寺っていうねものすごいもう当時の最高峰のレベルのお寺をね作っていくことになります。もう 日本で一番最高のお寺を平はやったわけですただですねこののの造営っていうのも、まあ、なかななかかかねうまくいかなかったみたいですねとにかく日本で最高のものを作りたいから京都や奈良のその腕利きのね仏師ですよね仏を作ったりする人に、まあ、いっぱいお金を送ってもう日本で一番の最高の,あの仏像を作ってくださいって、ね、いうことを依頼するわけですね。でそれをこの「もう通寺に置きますから」ってことをやってで欧州の方はたくさんあの金とかね黄金が取れますからそういうのをガンガン献金して でめちゃめちゃ当時最高レベルの仏像を作ってもらうわけですねやったぞとでこれをもう通じにおいてもう日本で一番のお寺をこの平泉にね作るぞっていうふうになってたんですけどもその時の法皇鳥羽法皇がですね京で作られたそのすごい仏像を見て「え何この仏像めちゃめちゃクオリティ高い!」ってなるわけですね。ななんんでこんなすごいのの作った,のって言ったら この欧州の藤原元平がすごいね黄金を送ってきて「もう最高の仏像を作ってください」って言われたんで作りましたでこれからその欧州にある「もう通じ」っていうね平泉にある「もう通じ」っていうところに持っていきますっていうふうに言ったらですねその仏師がそしたらこの鳥羽法王が「いやもったいないよこんなもう日本で一番の仏像をそんなお前辺境の地に持っていくなんてもったいないよ」 俺を近くに置いといてよ今日に置いとこうよって言うわけですねでこう戸場法王がわがまわ言ったせいで藤原元平めちゃめちゃ献金してせっかく作ってもらったねこの仏像が遠かないっていうになっちゃってめちゃめちゃショックを受けたらしいんですねもうショック受けすぎて一週間飲まず食わずで もう祈りを捧げ続けるみたいな、ね、そういうことやってるらしいですまあなんとかねその後もいろいろこう貴族とかいろんなこう骨を使ってなんとか戸場法を説得してその仏像はもう通じにね運ばれたらしいんですけどもまあ、そんな風にですねなかなかその中央の方からはこう認めてもらえないというかね、まあ、下に見られてるっていうような状況が続いていましたでさらにですねこの藤原氏に尽くしていた、まあ、佐藤一族っていうのがいるんですけどもまあ、後にねその 源の義経が頼朝のところに行くよってなった時に藤原秀弘がお供につけたので佐藤兄弟っていうのは有名ですけども佐藤一族っていうねこの藤原氏に代々仕えてる、まあ、すごい中心がいるんですけどもその佐藤一族の中の佐藤末春っていう人がですね殺されてしまうっていう事件も起きてるんですね。これは 今日から送られてきた国司ですね。しかも超エリートの国司のえー、六戸上、藤原諸綱という人物がいたらしくて、まあ、この人はめちゃめちゃ堅物なんですよね。賄賂とか受け取ってくれないわけですよ。まあ、それまでのね、えー、国士は結構適当だから。いや。もうこっから先はもう自分らでやるんであ大丈夫です。あの国士さんはこれで。 はいいてくださいみたいな、ね、感じでねちょっとワイルを渡したりとかね、まあ、ちょっと脅したりとかすればですねああもう分かったじゃあもう見逃すわっつってね見逃してくれてたんだけどこの藤原の津さんはもうスーパーエリートで,でめちゃめちゃ能力高いし堅物だったのでそんな許さないわけですねなんだお前らちゃんと中央の言うこと聞けよとなんで自分たちで全部取り仕切ってんだと国士がこれ決めることだからって言ってですねズカズカ入ってくるわけですねで最終的にこの エリート国士の藤原諸綱とその、ね、現地の欧州の人たちっていうのが、まあ、戦を起こすとねちょっと小競り合いのね戦が起きるというね事件を起こしてしまうわけですね家争いの末に。で藤原諸綱もめちゃめちゃ怒って責任者だぜと責任者の首を出したら許してやるってねもしそうじゃなかったらまたお前らを討伐するぞみたいなことを言ってくるわけですね。そこで佐藤一族の佐藤末春という人がこのままだと藤原の、ね、元平が殺されてしまうことに処刑されてしまう可能性もあるからもうこれは、えー、もう何もね知らなかったと。 元平様は何も知らなかったということで全部私のせいにして私の首を差し出して納めてくださいと言ってで元平はですねこの中心の末春の首を落としてまあそれで事なきを得たというねエピソードもあったりするんですよねはい内定て末春を切るというわけでございますまあそんな風にですね欧州藤原氏は自分たちは独立してやっていきたいという気持ちがありながらも、まあ、中央からの圧を受け続けているという状況は続くわけですねでそれでもうこの状態を何とか改善したいということで元平はより えこの仏教に力を入れていこことになるわけですね、まあ、これが、えー、ちょっとね坂東武者たちは違って面白いなと思うんですけども坂東、まあ、武者たちはねやたらその平家とか中央のやつらの言うこと聞きたくないから反乱するぜってねすぐこうバトルしたがるじゃないですか <laughs> いろんな人が、ね、平将門、ね、平安忠相それからね頼朝とかねとにかく反乱を起こしまくってるわけですよ。力でもう歯向かうかというね、まあ、そういう感じでやってくるわけですけどもでもこの奥州藤原氏はそういう、まあ、戦いでなんとかするってわけじゃなくて仏教で こううまいこととやろうとしたわけですね本平は今日の偉い、ね、貴族さんたちに直接交渉して自分の支配している地域を荘園化していくってことをやるんですね、まあ、これちょっと、まあ、あのすごい簡単に言うと、まあ、免税特区を作っっってていくっていうことをやったわけです私が支配しているこの地域はこれはあの仏教のためにやってる場所なんですよと、ね。ここにお寺建ってるでしょと。だからこれはあの私の土地ってわけじゃなくて公共の場所なんですよねと。みんなのののたためめ国 あの土地なんですよ。ここはとだから税,税金をかけないでくださいと。と税をかけないでください。っていう風に免税特区を作ってたわけですね。まあ、今でもその現代でもあの宗教法人は免税されるっていうのはあるじゃないですか。宗教法人ね。税金かからないからあね。なんか坊主はね。儲かるなとかね。なんか言う,いう人たちもいるわけじゃないですか。そんな感じで。うちは宗教法人なんでなので、あの税金取らないでもらっていいですかと？とこれあの？ 公益のためにみんなのためにやってることなんで、私の私利資欲でやってることじゃないんで、このこの地域はだからどうか税を取らないでくださいということをねやってったわけです。はい。なのでそういうふうに仏教の力を使ってうまいこと中央と独立をね図ってったわけですよね。はい。これがねあの面白いなと思うところですね。その坂道の武者たちっていうねすぐに反乱起こしてね俺は戦うでってねやるわけですけどもねこの欧州藤原氏はそれで仏教 宗教の力を使って、中央からの独立というのを試みたわけでございます。はい、まあ、だからこそ、この欧州藤原氏っていうのは、こう、なんかね、神秘的な。ちょっと、こう、ベールに包まれたようなね、雰囲気があるんでしょうね。で、しかも、この欧州は、黄金がいっぱい取れますからね。お金もめっちゃありますしね。で、黄金の国ジパングルとか、か海外の。 人たちがね日本が黄金の国だジパングだっていうふうに言ったのはこの奥州平泉がもう金ぴかだったからということなんですよね。はいそして1170年になるとついにですね藤原秀平がもうね歴史の表舞台に出てきてですねちょっと無視できない存在になってきます。はい、なんと1170年だから源頼朝が挙兵する10年前ですね1170年に藤原秀平は鎮守府将軍に任命されるんですね。はいいももととこの欧州っていう場所は、ね、鎮府ってててうう場場所所府が置かれて その外敵からのね侵攻を防ぐためのね取り出だったわけですよね。でそこの将軍に秀平が選ばれたんですよ。これはもう異例中の異例です。で近藤将軍っていうのは、まあ、本来だったら今日のね宮城、えー、の人たちの中から選ばれた人が珍藤少将軍として、えー、この任命されるわけですけれども現地にいる人が。 そのままで現地の欧州にいる人はそのまま珍府将軍に任命されるっていうことは、まあ、異例中の異例だったわけです。今日の貴族たちからはいろいろね反発もあったらしいんですけどねそんなよく分かんない欧州の,その野蛮なよく分からんやつらにそんな守府将軍なんてポジション上げちゃっていいのかよみたいなね世も終わりだ世も末だみたいなね乱世の元にだこれはみたいなそういうことを言う人たちもいたらしいんですけども、まあ、陳述府将軍に任命されています、まあ、これがね異例中の異例なんですけどもやっぱりねこの時え藤原秀平は。 その欧州からいろいろね京の方にまあ名馬だったりとかね黄金だったりとかをこういっぱい献金してますんでようやく中央の方から認められたとね言ってもいいかもしれませんでもまだ六つの神では、ね、ないんですけどねだからその欧州の支配者としてちゃんとオフィシャルに認められたわけじゃないんだけどもその外敵からね国を守る役目を与えますよっていうことを言われたわけですからまあちょっと一歩前進したわけですね。これは後の話になるんですけどもあの平の清盛がなんと焼き討ちって言ってね奈良焼いちゃうじゃないですか。であの なのね東大寺大仏もね燃えちゃってるんですけども、まあ、それを再建しようといってお金を集めた時に当時鎌倉幕府のトップに立っていた頼朝から東大寺は黄金1,000を寄付してもらってるんですけどもこの秀平からはなんとその5倍ですね黄金5,000両を、ねえー、寄付してもらったということが記録に残ってますのであの鎌倉幕府のね頂点に立っている鎌倉殿 頼朝のま5倍の財力があったって考えたらまあ、めちゃめちゃすごいですよね。それは頼朝もビビるだろうなと思うような、まあ、それぐらい、すごい経済力があったのが、もう藤原秀衡の頃の欧州藤原氏というわけです。で、それぐらいの経済力があった頃こそ、まあ、徐々にその中央の方からも認められていくということがあったわけですね。そして1180年の源平の騒乱ですね。頼朝の挙兵からの戦いなんですけどもこの時この？ 強大な力を持っている藤原の秀平は何をしていたのかっていうとまあ、基本的には様子見に徹しています自分のところに逃げてきている義経を頼朝のところにね送り出してあげたりとかまあそういうことはしてるんだけども積極的には動かずに様子見に徹してるんですよねでこの時今日ではめちゃめちゃいろんなこう様々な風文が起きるわけですよねあの欧州藤原氏の、ね、藤原の秀平あいつは何考えてんだと頼朝に味方するのかそれとも平家に味方してくれるのかどっちなんだっていやなんか 軍を率いてヨルトモに何万という軍を率いて頼朝に味方するとか言ってますよとかいやいや平家に味方してくれて今頼朝を攻撃してくれてるらしいですよとかいろんな噂がその本当かどうかわからないいろんなねこうデマが流れるってねそれでもう今日の人たちの、ね、噂は持ちきりになるみたいな、まあ、それぐらいですね存在感を発揮していたわけですね。でも実際は動いていないてなと いいうことがあったみたみですで、えー、その時の、えー、この兵士の統領ですね平の宗盛はビビりすぎてもうほっといたら何してかすか分かんないから何としても味方につけようということで陸奥守にこの藤原秀衡を就任させるんですねだからそれまでは、えー、ずっとその、ね、欧州の蛮族とかってね全然ちゃんと認められてなくて不遇の扱いを受けていたわけですけども,もう正式に陸奥国この東北の、えー、支配は 欧州藤原氏にお任せしますっていうこといこを平だからこれで、えー、このね欧州での独立自分たちが欧州の支配者になるっていうこの欧州藤原氏の念願は達成されたということになるわけですねこの秀衡の代の時に。しかしですねまだ秀衡は動かない,いやむしろですねその平気から味方してくれって「六奥神に就任させてあげるから味方してくれ」って言われて「分かりました」ってね陸奥についてるにもかかわらず平気側についている越前の城長持っていうね、えー、武将がいるんですけども、まあ、そういう人を攻撃したりとかしてるんですよね。 しかもこの人は一回あの源義仲のところに攻め入ってって、負けて逃げてった後にですね。この藤原氏から攻撃を受けるっていうね。まあ散々な泣きっ面に蜂みたいなことされて、すごいかわいそうな人なんですけど。まあすごくね、攻撃したりとかして、平家側に攻撃する動きは見せてるんですね。でもまあ本格的に軍勢を動かすということはやっていません。この時のね、この藤原の秀衡のね様子を、まあいろんな描き方がされるんですよね。もう自分たちは、もうね、一つの奥州藤原氏っていうのは、もう一つの独立国家だみたいな感じで、堂々と。 構えていてい平家とか源平の争いとか知らんよみたいな感じでねこう俯瞰して見てたみたいなねそういうイメージで描かれることもあるんですけども、まあ、実際のところは秀平もす、まあ、すごいいいい迷っててたたんじゃなかかととか、ね、言われたりとかもしていますそれまで奥州・藤原氏の目的っていうのは、まあ、自分たちのその土地自分たちのこの奥州という地を自分たちで運営できるようにしたいっていうことが、まあ、目標だったわけでそのど,どっかに侵略してって。 領土を広げるっててことは考えてないわけですから、まあ、軍を派遣すするっっていう構想はなかったわけですよねそれは急に兵器に「味方してくれ」とか言われてもねなかなかそう兵士を動かすってのは難しいですから結構困惑してたんじゃないかというふうにも言われています、まあこの辺りはですねいずれ詳しくですね藤原秀衡についてね解説する動画を出して詳しくお話しようかなと思うんですけども、まあ、とにかくですねこの源平騒乱をきっかけに奥州藤原氏というのは正式な六つの神となってそして頼朝と対立した義経がこの奥州へ逃げてきたことで 滅びへの道へ進んでいくということになっていくわけでございますいやこのね欧州藤原氏のね歴史がね分かっていただけたでしょうかまあ、だいぶねあのざっくりお話ししましたけどもまあ、とにかくえ仏教の力を使って独立を目指したそしてその黄金が取れるっていうねその経済力によってえ常に常にその存在感を大きくしていってこの源平の争いの頃にはですね平家からも源氏からも無視できない、まあ、そんな存在になっていったというわけでございますね、いや これがですね、その頼朝の奥州征伐でねあのほとんどね資料とか燃えてしまってて、まあ、詳しいことは分かってないらしいんですけどね奥州藤原氏の歴史はねもうほとんどね苦伝らしいんですよね口伝えらしいんですよね。もう書物がもう焼けちゃって焼けけちちゃゃっってて あ資料が残ってないらしくて、ね、もったいないなと思いますけどね、まあ、この辺りねドラマの中でも、ね、どう描かれるのか、ね、非常に注目でございますさあ何かわからないことの、ね、質問ございましたらコメント欄にコメントをお願いいたします参考文献は概要欄の方に書いてありますのでより詳しく知りたいということはそちらの、ね、本も読んでみてくださいそれではまたお会いしましょうさらばじゃ